こんにちは、即課長のコ保です。えー、令和5年1月3日になりました。舞姫大学。私からお届けする最初の講義は、ビジネスと投資。こちらで勝利する方法になります。ここにね、簡単な講習公式を書きました。ビジネスと、まあ FX ですね、投資。これ勝つためにはね、こう法則があるんですよ。まずはビジネスです。 ビジネスで必要な法則っていうのは3つあります。商品、商品力。商品がなければビジネスは成り立ちませんよね。商品、サービス、商品ですよね。売るべきものです。これが一つ目。二つ目は集客する力です、やっぱりね、お客さんがいないところにどんないい商品を持って行っても、まあ、誰も買ってくれませんよね。で、三つは、人がいて商品がありますけども、買ってくださいって言わなければ買ってもらえませんので、販売力が必要になります。 で、それぞれもうちょっと詳しく申し上げますと、商品力っていうのは、どんな要求がマーケットから、要するに人々からなされているかなってことに気づかなくてはいけない。その要求があるものに対して商品、サービスの提供ってなります。まあ、まれにですね、誰も要求してないのに商品やサービスを提供したら、そのニーズにお客さんが後になって気づいてくれるってことはあります。まあ、例えばね、 スマートフォンという概念は世の中の誰もが考えてませんでした。ね。最初にスマートフォンが出てきた時も、え、これが電話っていうふうに考えました。でも今こうやって電話する人ってほとんどいなくって、無言でいじってるばかりですよね。まあ、つ,つまり概念の変化が起きる時っていうのは商品によって喚起、えー、されることはあるんですけども、まあこのイノベーションっていうんですけど、ね、こういうことは私たちには考えつくことではありません。まあですんで、多くの人が何に困っているかってことに気づく必要があります。 で困って困ってしょうがないそれを解決したいっていうものに気づいた時に商品を作るっていう作業になってきますねで2つ目の集客力なんですけどもこれはアプローチなんですよ集客するためにはさまざまなアプローチでこちらに気づいてもらう必要があります例えば私でしたらロスジェネってキーワードでまあ動画を撮ってる時にその動画が興味を持っていただいて私の存在に気づいていただくっていうことがこれアプローチの一つの方法になります 次はですねどうやったら稼げるだろうか会社員の方副業を考えてませんか副収入があったらいいですよねっていうふうなアプローチでお話をしている時にあそれちょっと興味あるわっていう感じでロスジネとは違う方もしくは一緒の方かもしれませんけども振り向いてくださるってことがありますその他恋愛に関してね私が持論を展開している時にあそれ共感するわもしくはいや、それは違うよっていう感じで興味を持ってくださる方と接点ができるというところがありますだから 発信、つまりアプローチがこちらから多くなるんですよね。私の無料動画がたくさんできるのも、いろんなアプローチをしてるっていうことなんですよ。このアプローチが少なければ少ないほど、出会いのチャンスっていうのは減りますし、まあ、影響力の大きいね、一動画で高いアクセスを作れるものがあれば別なんですけども、通常一つの動画で数十再生、まあ数百再生がいいとこだと思いますので、そのアプローチを増やしていくことによって、 確率を高めるるこことととができるということになりますで3つ目の販売力なんですけどもこれは商品に対して興味があると思った方にどういうふうに販売していくか最後の一押しをしていくかってことになります例えば期限を設けていくとかね Q&A でまず聞き取りをしてみてこの商品とかサービスに対して疑問質問がある方もしくはどんなサービス商品だったら買いたいと思っているのかっていうことを 個別で聞き取っていくっていうことになります。これはですね、動画を発信した時にコメントがついたり、ライブ放送でコメントをつけていただいたりっていうところがすごくヒントになります。で、ビジネスの3つの要素がしっかりとできた時に販売成功ってなりますよね。で、うまくいかない場合はどこにその原因があるのかを探っていく作業になります。そして原因があるところをまたね改善して同じように活動していくことによって 商品が売れましたで、お客さんのサポートっていうのも当然その後待ってます。サポートする力もこれとは別につけておきましょう。まあ、ですんでね、ビジネスっていうのは常に誰かのためにやるっていうふうになってきます。さあ、そして今度は投資、特に FX の話をさせてもらいます。ね、今ビジネスの話をしましたけど、今度は FX の話です。FX に必要なものっていうのは、まずはね、投資独特の言葉や概念がありますので、基礎知識、基礎用語、基礎概念は、 これは暗記してておいいください、まあ、暗記するところは本がありますんでねえー、FX の本なんて投資の本なんてやったらまずは最初の方に基礎概念基礎知識がありますんで覚えちゃいましょうねいや今更覚えたくないって思うでしょでも覚えないことには話にならないんですよなんせ小中高大学を通じて投資なんてのはとっても大事なことなのにどこでも教えてないんですよでも驚いたことに 小中高大学とさまざまなテキストを見てきましたけども、どんなテキストよりも薄いです。つまり勉強時間は一番短くて最大の効果が出るのが投資なんですよ。なんでこれ教えないんでしょうね。はい。で、次です。基礎概念基礎知識が入ったら、いよいよ公式を見ていくことになります。テクニカルっていう手法がありますので、主にはこれになります。基礎概念基礎知識が入っていた状態で、この公式を見ると、 理解は早いですいきなりこのテクニカルってものをね触れてみたりとか基礎知識基礎概念がない状態でただ公式を暗記しても使使う場所ががからないいんででですすすすよ間違った使い方をする可能性があります通常 FX が投資って買うか売るかの2択なんでまあ五分五分の長ば博士みたいになってくるんですけども基礎知識基礎概念がない状態でこの公式を使うと違うところで使って。 不思議とと学学べば学ぶほど負けることになっちゃうんですよ多くのトレーダーさんがなんで勝てないかっていうと基礎知識基礎概念があやふやなままこの公式を使おうとしてるからなんですよね。これをだから生病法って言います。はい。で3つ目トレーニングです。でトレーニングは何かっていうと基礎知識基礎概念が整った上でテクニカルという公式をね実際に使ってみて本当にこの公式ってのは 確率高く運用できるのかなってことを試していくんですよ。試していって10回20回じゃダメですよ。100回200回でも少ないです。まあ、何百回もやって、まあ、1,000回ぐらいやるとね1,000回っていったらとてつもない回数に思いますけども、まあ、1,000回トレーニングしてみてください。いずれにしてもこの投資をする以上 FX をする以上生涯を通じて1,000回じゃなくて1万回ぐらいはトレードすることになると思いますので。 1,000、まあ、回なんてのはね最初のジョギングみたいなもんですそこでバテてへたり込まないようにしなければ投資の世界は当たっていきませんまあトレーニングをするとねあ確かにこの公式は高い確率でそうなるなってことが確認できるんですよでもこの確認作業10回ぐらいやってもこうムラができちゃうんで本当かかななって分かんないんですよねさすがにね1,000回ぐらいやると確かに 7割ぐらいの確率で、もしくは8割ぐらいの確率で、テクニカルは使えるぞっていうふうに確認できるんですよ。自分の手で。そうすると、それがそのまま精神力に変わってきます。大丈夫負けは続いてるけども、長い目で見たらこれで勝てるんだっていうふうになってきますよね。これが精神力の根拠です。えということでね、この3つの要素。基礎知識、基礎概念。そして公式、トレーニング。これをもって、FX のお日々の 訓練は終了ということになりますのであとは現場に入ってですね実際の少額トレードとか通常のエントリーをしていけばいいと思います、はい、えそして付け加えてですけども資金と精神力これもトレードに備えるべき要素になってきますんでやっぱねビジネスができた上で FX に来た方がいいかなと思いますなぜなら FX で仮に資金を失ったとしても ビジネスでまたお金を作って復活ででできるでしょ。でもビジネスがうまくいかない場合 FX の資金は生活費を切り裂いて作るようになりますんで生活に影響を及ぼす可能性もあるんですよ、まあ、ですんで投資は余剰資金とはねそういう意味が入ってると思いますねじゃあ以上でございます、えー、今回の講義もお役に立ったでしょうかそれではお疲れ様ですいってらっしゃい